これは人とあやかしが共存していた時代。もとより陰界に属する魑魅魍魎は闇に潜んで機会を伺っている。彼らの目的は夜の平安京で暴れ、充実した楽しい毎日を送ることである。ありがとう、ホタルグサ。でも私はまだまだです。いや、百発百中、大したものだ。妖刀姫、すっかり私の稽古の手伝いをさせてしまいました。え、そんな、私もこの刀の修行をしたいと思っていたとこだ。見事な腕前です。え、まさか。あの、お二人ともお疲れじゃありませんか？稽古の後にちょうどいい温泉がありますよ。これは見ているだけで心が安らぎますね。これはマイナスイオンのおかげ。ん？マイナスイオン？わあ、みんな一緒にどこへ行くの？お二人の稽古の疲れを癒すために温泉に行くところです。わあ、楽しそう。一緒に行ってもいい？もちろんですよ。わあ、みんな先に行っていいものもらってくる。体のこわばりは溶けてゆく。温泉はいい考えでしたね、ホタルグサ。よかったです。でも山ウサギちゃん、遅いですね。いいものをもらってくるってどこまで行ったのか。いいもの、楽しみですね。にょっ、気持ちいいね。くれた疲れに効く薬。そう、ありがとう、ヤマウサギちゃん。だけど私たちは十分くつろいだ。モーバの薬にも使ったし、そろそろ引き上げるとしましょう。そう、温泉は元通りになるでしょうか？すぐには戻らないだろう。本当に親切心が裏目に出るとはこういうことですね。